レンタルアベニュー。この時間はリトル東京ホンダプラザデンタルクリニックコスタメサザ・ロフトデンタルスタジオの提供でお送りします。今日もこの時間がやってきました。ドクター伊藤のデンタルアベニューです。今日も私コスタメサにありますロフトデンタルスタジオにお邪魔しています。ご紹介しましょう。伊藤浩一先生です。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ今日は顎関節なんじゃないかと、はい、いう質問です。ラジオネームさとみんさんです。私の18歳の息子ですが、あくびなどで口を大きく開けた際に、顎の骨の付け根もみ上げあたりでガコッと関節が外れるような感覚があるそうです。痛みはないようですが、これって顎関節症なんですか、という質問ですね。そうですね、まあ、顎関節症って言っても、うん、いろんな状態が考えられますが、はい、顎関節症っていうとこの顎には、はい、これラジオでうまくお伝えできるかどうかがちょっと分かるんですけども、この模型を出していただきました、はい、頭蓋骨の、はい、まあ、模型ですけども、はい、顎の関節の部分がありますね、はい、でこの頭蓋骨のところには、はい、半円を描いたソケットがあるんですよね、はい、でその下に、はい、下顎、横から見るとベアリングみたいなものが、はい、半円を描いたこのソケットの中に入ってるんです、はい、ちょうどはまるはまってるんですよね、大きさもね、はいはい、でこれ口を開け閉めすることによって、はい、半円のベアリングみたいなのがソケットの中でこう回転して、回転しますよね、その時に口が開いたり、はい、閉じたりってするんです、はい、ところが、まあ、これお互い骨同士なので、うん、ですよね、骨と骨、このベアリングの顎、はい、下顎の骨とソケットの間にはですね、はい、クッションがあるんです、はい、座布団みたいな形の、はい、まあ、リガメントって言いますか、軟骨みたいなね、で開け閉めするごとに、うん、そのクッションがいい具合に動いてくれるので、はい、潤滑油ですね、そうですよね、スムーズに開け閉めができるんです。それがないと骨と骨が擦り合うことになっちゃいますもんね、はい、でたまに大きく開いた時にそのクッションがですねカクンとこう中に、はい、入り込んでしまう場合があるんです。開いた時にスペースができちゃって、うん、でその時に顎がカクンとします。はい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 、そういうことか、はい、で新海さん、実は新海さんもそれあるんですよ。それがね全く自分では意識がないんですけど、ちょっと耳のちょっと手前ぐらいね、はい、こめかみのあたり、こめかみのあたり、はいはい、手を置いて、はい、開けてみてください。口を大きくゆっくり開けます。あで閉じてください。あちょっとほんのわずかですけども、はい、カクッとしませんか。しますよ。カクッともだし、ちょっとなんか斜めな感じ。そうだから、はい、新海さんの場合は、はい、多分どっちですかね、左側かな、うん、左側だからちょっとこう開け閉めするときに、はい、口が閉める前に一回こう右にずれて、はい、戻るような、気持ち悪い自分で触っててでこういう状態を持ってる患者さん結構いらっしゃるんです。実は自分の感覚では患者さん5人に1人ぐらいはこういう状態持ってますね、そのうちの1人ってことですよね、うん、だからあまり心配することはない。今まで気がついたこともなかったですよね。ないないない、ナイスナイス。で、うん、この息子さんの場合は多分大きくなった時に自分で気がつくぐらいカクンとするので、はいはいはい、外れたかなって一瞬思われるんじゃないかなと。ああそうか、実際に大きく上げすぎると外れる場合もあるんです。このソケットがありますよね、ジョイントの部分ですよね、はい、このソケットを先に越えてしまうとカクッと言って戻らなくなります。だからこれがいわゆる顎が外れたっていう状態ですよね、はい、一度外れると外れやすくなります。癖になるみたいな話ですか。癖になります。で外れちゃった時に戻そうと思っても戻せない。でなかなか戻せない。私はい、昔の学校の先輩でよく外れる方が、はい、サウスウェイに住んでる方がいらっしゃるんですけども以前はもう口が閉じれないって言って、じゃあ来てくれたら入れてあげられるよっていう話をするんですけどね、はい、まあ、私そういうのは慣れてますから、はい、まあ構造をねご存知でいらっしゃるから外れたら簡単にこうカクッとこう入れ直しますので。これでも外れる時とかっていうのはやっぱり痛みはありますよね。外れると結構痛いですよね。でパニックしちゃうと余計痛いんですよ。外れた時は、はい、顎が外れただけだと、はい、これほっときゃ入るだろう、うん、あるいは落ち着いて、はい、
歯医者に連絡して、はい、行ってもらって、まあ、入れてもらうとかね。そうするしかないですよね。もうあのパニックしてどうしようっていろいろやっちゃうと逆に痛いし、もうどうしていいか分かん、うん、本当にあの人によってはパニック起こされる、やっぱり顎が外れてね。ですよね。あれ外れるまではいかないけど、だけど痛みがある人っていますよね絶対。うん、顎が痛い、はい、これはもう顎関節症 の、 あのかなり進行した場合ですね。そうか、その顎関節症になってしまった場合、はい、っていうのはやっぱり治療があるわけですよね。まず、はい、こういう例えばカクカクする、あるいはあの、はい、いつもじゃないけど、まあ、時々痛くなるとか、はい、まず一番最初にすることは、うん、我々ナイトガードって言って、はいはい、まあ、マウスピースを作るわけですよね、うん、はい、で夜間寝てる時に少しこの口を開いた状態を作って、うん、はい、そうするとこの顎関節のとこに少しあのストレスが減ります。そうかそうか。で楽になるので、それをするとかなり痛みが和らぎますし、うんうん、普段もだいぶこう軽くなってくれる。なるのか。ですからまずはこれをします、はい、でこれをして、あ、なんとか痛みも収まったし、うん、っていうことであれば、はい、あの夜寝るときはいつもそれを使って、うん、あ、そうですよね、うん、それをつけてても、うん、ダメ痛い、痛い、うん、やっぱりもうあの治療しに来てもらわないといけないので、うん、そうそうそう、いくつかの治療の方法があります、はい、まあ、当然あのお薬であったりとか、はい、あるいはあの噛み合わせね、はいはいはい、噛み合わせが変わるために、はい、うん、起こる場合がやっぱり多いので、はい、きっちりとした噛み合わせに戻してあげれば、はい、あの良くなってくると思いますので、うん、治療しながら噛み合わせも見て、うん、で噛み合わせもちゃんとした噛み合わせにしないといけないので、うんうん、本来顎の骨、うん、ベアリングの部分がソケットにきっちり入ってる状態で、はい、噛み合わせを合わせないといけない。じゃないとまたずれちゃいますもんね。そうなんです。ですからこれはやっぱりね、ちょっとこうかなり専門の分野になりますが、うちのオフィスは噛み合わせを治療をよくやってますので、そうですね、はい、もしあのちょっと顎が調子悪い、はい、噛み合わせじゃないだろうかと思われるような節があったらですね、はい、ぜひ来ていただければというふうに思います。息子さん大丈夫です、僕仲間っていうことが分かりましたのでまあでも何かね、気になることがあればやっぱり、歯医者さんに行って相談されるのがいいと思います。はい、ということで今日もありがとうございました。ありがとうございました。